くなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの幕犬になるか、そのどちらか。幕犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そ
混乱しやがって。意味わかんねえや。Thank you.
かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。創世に始まり、大続きを経てもなおやむなく続く連鎖。この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、またこの葉は芽吹く。